4月28日に投開票が行われた衆院東京中国補選は立憲民主党の新人酒井夏美氏が初当選小池百合子東京都知事が支援した無所属新人の乙武宏忠氏は大差をつけられ落選した自民公明の両党が候補者の擁立を見送り9人が立候補した乱戦当初から酒井候補の優位と見られていたが 音武氏の知名度に加え、小池知事がバックについたことで、どこまで追い上げられるかが注目されていた。しかし、蓋を開ければ、堺氏の49,476票に対し、音武氏は19,655票、約3万票の大敗だった。小池知事は選挙戦12日間のうち、9日間も音武氏の応援に入っています。 自身の選挙以外ででは、異例と言っていいでしょう。本命の酒井氏を逆転し自身の影響力を示すことができれば国政復帰もと見る向きもありましたが結果は惨敗元格闘家の須藤元気氏日本維新の会の金沢優衣氏そしてネット界隈以外ではほぼ無名だった日本保守党の飯山明氏にまで負けまさかの5位に沈みました 音竹氏の過去の女性問題が蒸し返されたり、小池氏の学歴疑惑が非難されたりなどがあったにせよ、ここまでの大敗は予想していなかったのではないでしょうか。小池氏の国政復帰の目はこれで完全に消滅。今後は7月に行われる都知事選の参戦を目指すことになるはずですが、求心力の低下は明らかです。政治担当記者。投票が締め切られた午後8時、ちょうど、 ゼロ打ちで堺氏の頭角が伝えられると乙武氏は事務所に姿を現し多くの方に支援をいただいたが力不足だったと敗戦の弁を述べたしかしそこに小池氏が姿を見せることはなかった SNS ではさすがは小池損切りは早いね歯医者に用はないと自分ファーストの小池らしい冷血ぶりだわ ななどの冷ややかな声が多数見られる。前都知事の舛添陽一氏は28日深夜自身の X を更新東京15区補選開票終了小池都知事が支援した乙武は5位に沈んだ小池の国政復帰などありえないし彼女がこれ以上東京を沈没させるのは阻止すべきだ政界からの引退を求めると主張した 東京都知事選は6月20日告示、7月7日に投開票が予定されている。過去2回の都知事選では圧倒的な強さを見せてきた女帝だが、今回はいかに。私がまとめたね地図のコメントは次の通りです。これだけ張り付いて応援して、敗戦の場には同席しない。いかにも、風見取り池らしいといえばらしいけど、そういうところだよね。 小池さんも東京オリンピックを華々しく成功させて、二階氏との仲をうまく使い女性初総理を狙っていたでしょうが、コロナで全て吹き飛びましたね。小池氏は今回色々と読み違えたように思う。そもそもなぜ東京15区に候補者を擁立しようとしたのか。自身の国政進出という思惑があるにしても、それも間違いだが、都民。 派で立候補させる意味があったのか乙武氏の意向もあったかもしれないがそこが不思議だ次に候補者を乙武氏としたことだ彼の過去のスキャンダルは百も承知だろうがここ最近芸能人の性加害報道などが注目されていることを考えれば乙武氏のケースは性加害ではないもののそうしたことを想起させるのは間違いなかった実際 公明党の婦人部には、ダメ出しを受けている。第三に、音武氏の当選可能性が低いことが判明した後も熱心に応援し続けたこと。音武氏との約束があるにせよ、到底挽回できそうにないにもかかわらず、応援し続けたことは小池氏の傷を深くした。もう少し距離を置いた方が良かった。要するに、 小池氏の政治的判断力が鈍ってきたということだ。かつて政界の風見取りと称されて政治家に中曽根さんがいたが、小池都知事はもっと風見取り。政界デビューの頃からずっと優勢な方になびく傾向にあった。その嗅覚というか、流れを感じる力だけは認める。 乙武さんの敗北に関しては、和歌山の二階三調略の影響があったかもしれないし、それもあって彼女の国政復帰等ありえない。次の都知事選には、今回の補欠選挙で最も善戦した須藤元気くんあたりが名乗りを上げたら面白いんじゃない。岸田さんが総理を辞して都知事選に出馬、なんてのはないかな。 2022年の参院選でも国民民主党は東京選挙区で都民ファーストと組み惨敗したお世辞にも政策が近いとは言えない上に選挙でも負けたのだから猛烟を切ったのかと思いきや未だに希望の党の呪いに取りつかれたかのように都民ファーストへの相乗りを繰り返す評伝の東京都を都民ファーストなんかに売り渡していれば国民民主党が拡大することはもうない 東京は黙ってても黒字なんだから、都知事なんて小遣いでどんなおもちゃを買うかを考えるような、もん。誰がやっても回せる。乙武氏に関しては、一般人なら何回不倫しようが関係ないけど、政治家になるってなら話は別。家族を裏切るような奴が家族でもない都民なら、裏切らない。とは考えづらい。ガーシーの時みたいな選挙結果でなくて、ほっとしました。 選挙中はあれだけ全面支援しながら恋惨敗となると手のひらを返したように無視する。小池百合子という人物がどれだけ冷酷無比で自己中心的な人物であるかということ5、恩を売りたい自民党に自ら立てついた乙武氏の言動も気に入らなかったのだろう。仮に自公の支援を得たとしても結果は同じだったと思うが、どこの学校を卒業しようが政治能力には関係ない。 しかし、民主政治には多くの人を納得させるだけの説明する力と繰り返し辛抱を強く説得する姿勢が必要だと思う。この人はそのどちらも備えていない。あるのはあっという間に消費される空想なキャッチフレーズばかり。夏の都知事選は小池都知事の対抗馬に誰が手を挙げるかだと思います。小池都知事の求心力の低下は否めないにしても、 選択の幅が広がらなければ再選やむ、なしの状況になりかねません。果たして誰が名乗りを上げるかが問題だと思います。自分ファーストとは、また強烈な皮肉だが、小池さんが速攻で損切りするのは、いつものことだからそう言われても仕方ないでしょう。それにしても、かつての側近だとか熱烈な支援者とかがかやいそ。 つかして離れてゆき裏話を暴露するのは人望のない人に共通する特徴それも一人や二人じゃないからね小池百合子もトランプと同じくよっぽどってことだろう日頃から政治に無関心で小池さんに良いイメージしかなかったそうはこの機会にぜひ認識を改めてもらいたい結局政治も人がついてこないと一人ではできないからね 小池もどうかと思うけど、舛添氏も辞め方が、ああいう経緯だったわけで、あんま人のことを、都知事について、ああでもない、こうでもないと発信するのはみっともないと、個人的に思います。